ひたちまる事件。ひたちまる事件とは、日露戦争中の1904年、明治37年6月15日に、玄海灘を、成功中の陸軍徴用運送船3隻が、ロシア帝国海軍ウラジオストク巡洋艦隊、ウラジオ艦隊所属の3の総攻巡洋艦、流陸及びグロモボーイによって、相次いで攻撃され、降伏拒否などにより、撃沈破された事件である。特に、 陸軍徴用運送船、日立丸、日本優船、6172トンの喪失は、日本の国内世論を奮撃させ、連合艦隊、特に日本海の海上警備を担当していた、上村彦之城中将の第二艦隊に対して、非難の声が凍られることとなり、第二艦隊は、事件から2ヶ月後の8月14日に起こった、ウルサン沖海戦で、 ウラジオ艦隊を事実上壊滅させるまでの間、強い批判にさらされた。本校では、事件当日の6月15日とそれに関わる事項に、極力絞って記述する。ウラジオストク巡洋艦隊のその他の行動については、当該項目を参照されたい。ロシア帝国海軍の基本戦略の方針は、19世紀。 半ばに海軍等艦に就任して近代化に拉致腕を振るったロシア大抗コンスタンチン・ニコライビチによってフランス海軍にハムを取った沿岸防御を主とする艦隊の整備と通称破壊向けの艦艇への整備が進められた。事件の一方の主役、日本側から見れば仇役の流陸、ロシア及びグロモボーイといった装甲巡洋艦は搬送用の装備を備えて 冒頭配置も中心線上ではなく、片源に配されており、艦隊戦ではなく通称破壊を念頭に置いた艦艇でもあった。ところが、ロシア帝国海軍においてもアメリカ海軍の軍人、アルフレッド・セイアー・マハンの海上権力士論に感化された世代が徐々に増えつつあり、コンスタンチン以来の思想とマハン流の思想は決して相入れなかった。コンスタンチン派にとって援護射撃となったのは、 スティパン・マカロフ少将が表した海軍戦術論で敵を正面突破ではなく急所を突き続けることによって敵を弱体化させるというマカロフの主張はコンスタンチン派が信奉する伝統戦法に十分合致し得るものであった。日清戦争後の三国干渉を経て両島半島南端の旅順と大連を咀嚼したロシアは艦隊を配備し、ついで太平洋戦隊長。 オスカル・スタルク少将の命で、ウラジオストクに、巡洋艦4隻を排して、使命を、敵交通の遮断、敵国沿岸への脅威、敵戦力の分散と位置づけた。1903年6月7日、ウラジオ艦隊は、旅順にて公式に編成された。1904年2月8日に旅順口攻撃によって、日露戦争が始まると、ウラジオ艦隊は直ちに春動を開始し、 旅順口攻撃翌日の2月9日から4月26日までの間に津軽海峡、西口方面と元山方面で3度の通商破壊道に打って出ている総船、金州丸、日本優船、3967トンなど各種船舶を撃沈波あるいは打歩した。対する日本海軍は当初、第3艦隊、片岡七郎中将を 津島海峡警備に当たらせていたが、ウラジオ艦隊の猛威に驚いて、第二艦隊を追加配備した。しかし、第二艦隊の追加配備後、ウラジオ艦隊の行動は抑制された。6月12日、ウラジオ艦隊のうち、流陸、ロシア及び、グロモボーイは、中条に引き入られて、ウラジオストクを出撃。ウラジオ艦隊司令官、 カール・ルイ・イエッセン少将は損傷修理中の正気を掲げた。ところで、艦隊出撃は6月12日であるが、過去のウラジオ艦隊の行動は、日本側にはトラウマとなっており、巡洋艦隊出撃前の6月9日には、マサキ弁天島近海で軍艦らしきものを見たとの報告が上がっていた。問題の6月15日8時ごろ、防護巡洋艦、津島から、 沖ノ島近海で、ウラジオ艦隊を発見したとの報を受けた第二、艦隊は、水雷停隊を急行させると同時に、往来の船舶に竹式などへの退避を指令した。ウラジオ艦隊は、日本側の動きに構わず、津島海峡に達し、まず輸送船、泉丸、日本郵船、3225トン、日後井之助船長を発見する。泉丸は6月13日に、 両東半島の塩大沖を出航して日本に向かっていたものである。ウラジオカン隊は泉丸を停戦させて乗船者に対し退去を勧告し退去を確認後砲撃を加えて撃沈した。泉丸に関して日本側の情報は少なく4名が死亡して退去した乗船者のほとんどはウラジオカン隊に収容されたものと見ていた。戦争終結後の調査により 陸軍兵2名、海軍兵1名の便乗者3名を含む112名の、うち、戦死者7名、倉屋、伊兵海軍上等兵装を含む83名が、捕虜として収容され、残る22名が生還したことが分かった。日立丸は、佐渡丸、日本郵船、6219トン、ジョージ・アンダーソン船長と共に6月14日に、ウジナを出港し、 日立丸は大小山、佐渡丸は塩大王機が目的地であった。両船の搭載部隊、船員その他便乗車は以下の通りであった。日立丸がウラジオ艦隊に遭遇したのは午前10時から11時の間とみられ、艦隊は初め空砲を発射し、間もなく実弾発射に切り替えられ、日立丸は 全速力で後方への頓奏を図るも一発が、陸丸の機関部に命中したのをはじめに、近接射撃によりおよそ100発もの射撃を受けて、戦死者が続出して機関は破裂し、やがて第3関半から出火した。日立丸船内は血の海そのものといった予想となり、わずかに残った第一連隊将兵は直ちに小銃で反撃するが、圧倒的な攻撃力の差はどうともしがたく。 イギリス人船長ジョン・キャンベル、ジョン・キャンベル、機関長、ジェームズ・ヒューグラス、ジェームズ・ヒューグラス、運転士、サミュエル・ジョゼ・ビショップ、サミュエル・ホース・ビショップも、相次いで敵岩に倒れた。スッチは運命を悟り、軍旗捧ぐやきと旗竿の破壊を命じ、軍旗を報じていた、藤崎トライ一陸軍二等卒らに対して生き残って、ことの死祭を報告するよう命じたが、 直後に砲弾が命中して負傷した後切腹。軍機は大久保忠氏少尉が旗座を追って点火焼却した。連帯機や重要書類の焼却を見届けると残る将校も切腹、拳銃自殺及び海中への闘神自殺でスッチと沈む日立丸に準じた。日立丸は三度目の一斉射撃を受け十五時頃に沈没した。日立丸の戦死者は 陸軍958名、海軍3名、乗組員130名の総計1091名に達した。残る生存者のうち、スチの異名により脱出した藤崎を含む37名は、御用船、とさまる、日本優船、5402トンに救助され6連島に上陸。生存者の内訳は、神尾この F 表第一連隊本部の96名。 第10師団両職1、重列32名、海軍関係者1名、各種上、組員18名の、計147名であった。佐渡丸は午前6時20分に、関門海峡を通過し、日立丸に近接して航行していた。日立丸と、相前後して艦隊に遭遇し、反転して、遁走を開始したが砲撃を受け、艦隊から軍師が派遣されて、 非戦闘員のサドマルからの退去を促した。1時間40分の猶予の後、艦隊はサドマルに対して砲撃を開始し、続いてロシアと推定された巡洋艦がサドマルの左両原に魚雷を命中させて退去した。魚雷は機関部に命中して浸水が激しく、乗船部隊は天皇陛下万歳を参照した後最後の儀式の準備を整えていたが、 艦隊が急速に去っていったのを見て生き残るための工作に切り替えた。そして30時間もの漂流の後沖の島にたどり着き、危機を出した。佐渡丸の戦死者は陸軍219名、乗組員17名の総計236名。捕虜は陸軍、宮沢大二郎陸軍三等軍医と海軍、小倉の将校各1名、文官14名、 乗組員その他13名の計29名、生存者は、野戦鉄道ひさげリーブ694名、内将校12名、第二臨時追記番22名、内将校5名、工場砲兵司令部13名、内将校3名、母艇白状司令部135名、内将校4名、海軍関係者3名、便乗者2名、各種上、組員124名の、 百9 9 3名であった。日立丸の遭難は多大な衝撃を与えた。悲壮な上院の行動は大日本帝国軍人の立派な最後として万世に伝えるべき実績であるとされ、千鳥が淵公園に日立丸巡南慰霊碑が建てられ、引き上げられた遺骨の合同墓が日立丸巡南、この下交尾大将氏の墓として青山霊園に建てられた。このうち、 北千丸巡南慰霊碑は、芝公園にあった、佐渡丸遭難記念碑と共に、第二次世界大戦終わり後に、国民の敵外心を刺激しかつ、国際友好を害する恐れがあるという東京都の中霊島、中根碑等の撤去審査委員会の勧告で一度撤去されたが、1965年、昭和40年に、安国神社境内に移設の再建された。また、 事件により死亡した三名のイギリス人は、外国人のために、靖国神社には合祀されていないが、毎年6月15日に採行される、慰霊碑前での日立丸殉難者慰霊祭では等しく、慰霊されていい。遺族には、閣議決定により特に弔意金が支給された。その他、軍歌や、琵琶歌の題材にもなった。しかし、第二艦隊が、 ウラジオ艦隊を取り逃がしたことが伝えられると、激光した民衆が留守の上村の自宅を襲撃した。留守宅には石を投げつけられ、切腹勧告上の類や腹を切れという意味合いで、物の担当を投げ込む者も現れた。第二子が開く演説会でも、ノームノームといえども、逆さに読めば無能なりうんぬんと煽り立てた。第二艦隊は、ロシアの探偵、すなわち、 と求む艦隊と呼ばれることとなり、ついには上野に鳥が出たからといって、新橋から駆けつけても間に合うわけがないといった意味の当初まで寄せられた。もっとも、半藤和都氏は通信網や命令系統に問題があったのであって、第二艦隊が無能だったわけではないと擁護している。また、第二艦隊の担当海域が広すぎたことと、濃霧も要因だったが、 いずれにせよ民衆がこういった事情を知ることはなかった。日立丸事件以降、日本が通称破壊の面で痛手を被るのは、第一次世界大戦でのドイツ帝国有望と及び仮想巡洋艦による攻撃と太平洋戦争で、あるが、後者での痛手や悲惨さが日立丸事件の日ではなことは、改めて説明するまでもない。しかし、海軍に、 落ち度があれば民衆がこれを責める構図は太平洋戦争の初期にはわずかに残されていた。事実、太平洋戦争開戦前から連合艦隊の作戦参謀を務めていた。三話義勇大佐によると、1942年4月18日の同リットル空襲の直後に連合艦隊司令長官山本五十六大将の元に対して本土空襲を許した海軍の落ち度を責める当初が、 相次いだと言い,い、山本自身も上、村井の攻撃のような事態が、日本人の国民性から起こりうると予想して、気にしていたという。日立丸の生存者は少なく、生き残った者も,も、ほぼ可視感だったため、当時の館内の様子、特に自決したとされる証拠らの様子は推察もしくは、繊維公用のための捜索に過ぎない、とする意見もある。事件後、当時の新聞。 雑誌などは事件をセンセーショナルに報道し、関係した軍人らの壮烈な戦士が宣伝された。旗を焼却した大久保将医らの行動を歌った歌が作られ、流行した。大正七年、1918年発行の国定教科書広告課外特本人情四学年にもこのエピソードが使用され、当時は知らないものなどいないほど世間に広くルフした。また、 朝日新聞など、当時の新聞、雑誌などを含むそれらの宣伝の中では、将校は、船と運命を共にせよ、歌詞官以下は一人でも多く生還し実情を、報告せよというすさ中さの命令を忠実に遂行し、多くの将校らは死亡した、とされている。大久保将位自身は生前、出港前の13日付の広島から投函した、家族宛の手紙の中で、戦死の後は、 自説柄新聞紙に、写真後掲載の儀は固くお断りさること、騒ぎて内容要望を出している。日本海大会戦、1969年、東方監督、丸山誠治特技監督、つぶらや英治敵艦への小銃での応戦、キャンベル船長の戦士、幹部の自決及び事件後の上村の苦悩を描いている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。